こんにちは。今回はボキって何が面白いのかっていう話をしていきたいと思います。そもそもボキっていうのは何やねんというところから話をしたいと思うんですけれども、帳簿記入の略であるという、これ説なんですけどね、という説があります。この部分ですね、帳簿に、企業の取引を帳簿に書くので帳簿記入、この帳簿記ですね、ここを取って簿記と言ったという説と、ブックキーピング、英語では簿記はブックキーピング、ブックキーピングと言いますが、ブックキーピング、ブックキーピング、ブックキーピング簿記万歳みたいなね、まあそういうふうになまったと言われてる説も、これまことしやかにねあるんですよ。でどっちかよく分かんないですよね。分かんないので、まあ、どっちでもいいんですけど、簿記は英語でブックキーピングと言います。簿記は決算書、財務諸表ですね、貸借対照表とか損益計算書を作るために、取引を帳簿記入するための技術です。そのためのテクニック、技術です。まあ、ビジネスにおいては3次元で行われているビジネス取引、まあ、ビジネスとこう空間で行われてますよね。空間で行われているビジネス取引を紙に書く、二次元に記録する必要がある。なぜかと言いますと、どんなに頭のいい経営者がやっていたとしても、どんぶり勘定ではやっぱり忘れてしまいます。そして記録がないと、今うちの会社にどれだけ財産があって、今年どれだけ儲かったかっていうところが正確にはね、判断ができません。把握ができません。で、記録がないとお金を出してくれた出資者、投資家、こう他人ですね、他人に説明ができない。何も口で言っててもですね、説得力ありませんから、しっかり説明するには紙に書いておく必要があったというところですね。まあそれも昔からそうなんですね。ではその昔、簿記の起源はいつかと、いつどこでできたのかというと、13世紀、今から800年ぐらい前の北イタリアのベニス、今ベネツィアっていうんですね、の商人が考えました。誰々さんというのは分かっていません。そこで生まれた商人が考えたと。ここですね、ヨーロッパのこの地図でいうとイタリア、ここですね、この、このイタリアの靴の形、長靴の形してる国のここですね、この北イタリアで考えたと言われています。有名なあの小説でベニスの商人っていうのもありますけども、なんかあれでいくと商人は悪役のようなイメージですが、シェイクスピアですね。実は簿記を考えたのはこの頭のいいベニスの商人だったというところですね。それから300年経ちまして、イタリアでルネサンスというのが、華々しい文化が開花しましたけれども、1494年、ルカ・パチョーリという当時イタリアにいた数学者が、簿記の本を、スンマっていう簿記の本を書きました。これが世界最初の複式簿記の本だと言われています。その分厚い本なんですけど、その中の27ページにわたって簿記のことが書かれています。まあ実はこのルカ先生、パチョーリ先生はダヴィンチの数学の先生だったみたいですね。こんな方なんですけど、ルカ先生、これがスンマという本の表紙の部分です。はい。で、レオナルド・ダヴィンチ、当時イタリアルネサンスを代表する、偉人ですけれども、最後の晩餐っていう絵を描きましたが、これ遠近法使われてるんですよね。当時珍しい遠近法。これはなぜ遠近法がダヴィンチは使えたかというと、ルカ・パチョーリが数学を教えて、その数学の教えに基づいて遠近法を使ってこの最後の晩餐を描いたと言われています。で、ダヴィンチはお礼にルカ先生の、描いてる本の挿絵なんかも描いてるのも、今描いていたのも今残っています。世界で一番最初に簿記を紹介した人ですね。簿記を考えた人じゃなくて紹介したのはルカ・パチョーリと
と言われています、まあ、どっちでもイタリアですね。日本で簿記を持ち込んだのは誰かというと明治6年福沢諭吉です。福沢諭吉先生がアメリカに行ったんですよね。勝海舟という人が船長をした勘輪丸という船に乗せてもらってアメリカに行って、アメリカの図書館でも片っ端からいろんな本をこう仕入れて、まあ、英語を勉強するためもあって、その手に入れた本の中にコマーシャルブックキーピングっていう本があったんですね。それが簿記の本で、それを日本に持って帰ってきて寵愛の法という名前をつけて、訳書として売ったんですね。でそれがベストセラーになって、さらに福沢先生は慶応義塾大学を作りましたから慶応大学でそれを教えて、で慶応で簿記を習った学生が、会社を起こして起業していって簿記を広めていったと、簿記を使用していったというところなので、諭吉は一万円札なのかなと。経済の起点となる簿記を広めたのは実は福沢諭吉先生だったと。なんか学問の勧めとか書いてるから哲学者なんですけど、哲学者で教育者、立派な人なんですけども、実は経済にも深く関係していたということです。はい、これが寵愛の方の表紙です。縦書きやったんですね、これが残念なことに。まあ簿記って横に書かないとわからないので、まあ、なかなか最初は伝わりにくかったみたいですけども、縦書きの本で簿記の本を最初に書いたのは福沢先生でした。簿記はビジネスの取引、先ほども言いましたが空間で行われている取引を要素に分けます。でその5つなんですね、要素を5つに分ける。資産、負債、資本、資本は純資産とも言います。そして収益、費用ですね。例えば来月支払う約束で5000か5000万か分かりませんけど5000の店舗を購入し使用開始したというビジネス取引があるとしますね。これをどうやって紙に書くかっていうと、こうやって書くんです。借り方、建物、店舗は建物という資産です。そして貸し方、未払い金、これは来月払う約束のことを未払い金という負債で表します。この左側、借り方は資産の増加というルールに基づいて書かれています。貸し方、右側は負債の増加というルールに基づいて書かれています。こういうふうにビジネス取引を仕分けという作業で5つの要素に取引を左右二次元に分類していく。だから左右あるので副、ダブルですね、ダブルブックキーピング、ダブルブックキーピング、複式簿記と言います。もうそういうすごく単純化した形で5つに分けて左右に分けるというのが簿記のいわゆる原理です。はい、ここは非常に勉強すると面白いところですね。で今簿記は全世界共通のビジネス言語として使用されています。今でも簿記は決算書、財務諸表、貸借対照表とか損益計算書を作成する時の取っかかりの技術として必ずどこの国でも使われています。なぜ簿記以外の方法で決算書を作ろうとしないのか、まあ複式簿記以外にもあったんですよね。まあ、これ日本人なんですけど、いじり先生っていうアメリカ会計学会の会長までした、アメリカのカーネギーメロン大学の先生だった人が三式簿記って言って、考えたんですけど、まあ、本も出されたんですけど広まっていません。はい、それはやっぱりこれ以上の記録システムが見つかってない、まあ、ですからその三式簿記もやっぱり複式簿記にはかなわない。800年間これ以上のシステムが見つからなかったと。誰が考えたかもわからない、ベネスの商人が考えてくれたこのシステムが、未だに使われているのはそういうところなんですね。はい、もうビジネスの言語です。世界の共通言語は当然英語ですよね。そしてコンピューターの言語といえばプログラムですよね。そしてビジネスの言語というのは簿記です。
まさに3つの言語、英語、プログラム、簿記ですね、人類にとって、なくてはならない3つの言語と言われています。そして、最近よく言われるのが AI との整合性です。アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能ですね、は、人類の仕事を奪おうとしている。もう簿記なんていうのは、経理なんていうのは AI が全部してくれるから勉強しても意味がないんじゃないかっていう議論になったりするんですが、まあ、そもそも簿記はデータを処理する情報処理の技術であるために、ね、5つの要素に分けて処理する技術で、2次元に落とすっていう技術であるために、当然コンピューターとの相性はいいです。今コンピューターを使って簿記をしてない会社もないですね、はい、つまり今後発展する AI という技術とも当然相性はいいです。当然いいですね、まあ、ですから全て簿記の仕事は AI に取られる、だから勉強しなくていいって話になってなることもあるんですが、そのため簿記を勉強していても無駄だという議論、そして、があると。ただですね、違うんですよ、逆なんです。その逆で、簿記を知っていてそれを AI で利用できる人が得をする世の中になるんです。もう間違いないです。知ってないとダメなんですよ。例えばね、新しい Excel のシートをこう前のシートからこうリニューアルしたい時にね、関数の意味を知らないとできないのと同じで、簿記を実際に行うのは AI がやってくれるとしてもね、会計士の仕事とか税理士の今やってる記帳代行みたいな仕事は AI がやるとしても、その AI を利用する新しい何かを作るとかね、そういうクリエイティブな決算の作業をする場合には、その中身を知ってることが大切なんですよね。で、知ってる人が得をするんですよ。知らない人は AI に取って代わられて、それで終わり、あ、仕事なくなったなで終わるんですけど、知ってる人だけが得をするという世の中になります。で、簿記は何が面白いのかっていうところのまとめですけれども、世界中の全ての企業で行われている基調技術が複式簿記であると。今現在も、そしてこれは間違いなくこれからもそうです。これはビジネスの共通言語となっているということです。当然イタリアではイタリア語ですよ、イギリスでは英語だし、日本では日本語で決算書は書かれるんです。で、通貨の単位もそれぞれ、ヨーロッパではユーロだし、アメリカではドルだし、日本では円なんですけども、ただ5つの原理に分けて仕分けをスタートとして決算書まで作っていくという方法、やり方は、技術はもう全部簿記です。同じです。それは800年間変わらない簿記の原理をもとにして、5要素の変化、資産負債、資本、収益、費用という5要素の変化を捉えるという形で処理をしています。そして AI との整合性は激しく良いです。激しく良いがために、簿記が利用してできる人、簿記を分かっている人が得をする世の中に間違いなくこれからますますなります。ですから簿記は面白い、簿記は勉強する意味がある。そして今日この、パワーポイントの中には書かれていませんが、まあ、簿記というのは検定もたくさんありまして、いろんな種類の検定があって、それをこう取っていく過程も、まあ、面白いですよね。勉強する励みにもなりますし、履歴書にも書けますしね。勉強の中身自体も面白いし、その勉強する過程も面白いし、それが将来世の中に出て役にも立つ、面白いですよね。もう面白い以外の何者でもないというのが簿記の勉強、簿記の学習ですから、皆さん、これからますます自信を持って、勉強を頑張っ、簿記の勉強を、簿記の勉強に取り組み頑張っていってください。よろしくお願いします。本日は簿記って何が面白いのかという話を、してみました。ありがとうございました。